はいどうも、ナビチャンネルのテケちゃんです。はい、今日はね、はい、じゃん、こちら相馬駅の近くの喫茶店だな、うん、なんだっけ、あそこ、こちら、横な、入りの目の前の横の駅ビルに、はい、あのコーヒー&ギャラリーしおりさんっていうの入ってるね、うん、あ、ちょっと待って、で、上、相馬の図書館で、その下の1階、あそこの方で、今日、うん、ちょっとな、ママちゃんと軽食取ってみようと思ってな、気になってたんだな、な、来てみて、とりあえずあの、しおりさんに向かって行ってみたいな、じゃあまた後で、じゃあね、店の目の前に来たんだけど、このビルの中ね、結構大きいビルなんだよ、ここな、ここで、ね、駅ビルね、そうか、一度入っていきたいと思います、ね、よし、じゃあ行くべ、取っちゃうよ、これ、いろいろ入ってくからな、図書館だろうな、で、入ってすぐ、こちら、しおりさんでございます、あ、メニューここだ、これ、うん、メニュー見て、これ、駅の時間な、時間合わせとかよ、待ち合わせにいいよな、ここな、うん、駅の目の前だし、うん、だな、俺は今日よ、なんかここのホットケーキ可愛いって噂を聞いたからよ、うん、俺はじゃあホットケーキのセットかな、あの、うん、コーヒーとよ、ママちゃん何にするんだ、電話の時、うん、いろいろなんだ、結構な、これ、うん、なんだこれ、サンデー、写真から、あ、じゃあこれサンデーだ、うん、結構いろんな種類、コーヒーだってこれ、うん、種類いっぱいあるんだろうか、うん、気にはなってたけど初めて来た、うん、あとはこれニコちゃんマック買いだから食い止めたもんでもいいかオッケー、うん、よし、じゃあとりあえず中に行って注文したいと思います、うん、よし、じゃあまだのでは、い、じゃあね、ちょっと店内の方に入ってみます。あ、これなんかいろいろ開いたな、地元のマップとかさ、な、相馬マップとかパンフレット関係なんてもね、こうやって置いてあるようですね。ジャジーン、あ、ママちゃんがなんか初めて来て写真撮ってます、うん、はい、どうも、何やってんだおめ、いや、インスタ用の、え、インスタ用の、お前、バイっちゃうだめ、このテーブルやったおめ、ヘジマの形してたおめ、え、ヘジマかな、あ、おしゃれな形だな、あ、なんか民芸品なんかも置いてんだ、へえ、面白、なんかいろいろあるよ、これジョン、なんだこれは、なんだこれは、これはなんだ、オセロみたいな、なんかな、なんだかわかんないけど、なんかあるな、ママちゃん取りまくってんのえ、あっち側もなんかさ、これ相場の営業を見ながらな、相馬の意義を見ながらお友達なんかと来てよ、コーヒータイムなんかいいな、お待ち時間にね、うん、あの待ち時間に、うん、これ電車のよ、待ち合わせとかよ、友達の待ち合わせいうの分かりやすいもんな、分かりやすい、じゃあとりあえずあのマスターの方さ、うん、な、頼んだんで出てくるの待ってましょう、はい、はい、あ、よ、じゃあね、一応これ注文したと出てきたんだ、これ、じゃじゃじゃーん、コーヒーと、うん、なんだっけ、サンデー、サンデー、はい、イベこれオシャンティーだべ、オシャンティーだね、俺に似合うべ、うんうん、はい、あとこちらママちゃんの、はい、はい、見てハートなの、ハートだよな、うん、かわいい、やっぱ噂は本当だかな、うん、かわいい、あんなのやつ俺の心臓食っちゃうんじゃねえか、うん、なんだ食って鼻で笑うの、2つあんだ心臓、え、俺はあんだ、なんだ、うん、心臓2つ の、 あの胃袋4つ、あまあそれはいい、はい、あのよ、でこれ入り口さ、さ、うん、相馬のマップとかいろいろ置いてあったんだよね、うん、これお食事のとか、これ駅から降りてさ、あ、そうだね、ここに寄って休憩しながらさ、こういうのマップとかね、うん、もらいながらコーヒー飲みながら、うん、ここでみんな呼ぶね、ね、こう発信基地みたいな、うん、な、な、あと、はい、まあ、一応こういうマップとかを持って良心的なお店です、はい、あとはこちらのマスターちょっとな話聞きたかったからマスターのこと呼んでみたい、ね、はい、じゃあ呼んでみますか、はい、よし、じゃあヘイマスター、ヘイマスター、はい、どうも。どうも、こんにちは。いらっしゃいませ。はい、どうも。お世話になります。あの、ありがとうございます。うん。いや、ハート型のさ、はい、ホットケーキあるって噂聞いてきたんだけど、かわいいね。そうなんですよ。ね、はい、これ、俺と一緒で、かわいこちゃんだわ。ほんで、マスターの方から何か、ここのお店の PR とかあれば。そうですね。うん、今、
毎月第3土曜日におもちゃ病院っていうのをやってるんですけど、うん、それ以外の曜日なんかも、うん、なんかこういう大きいテーブルとかもあるんで、うん、そういうの使ってワークショップだったりそういうのやりたい方いらっしゃって募集してますので、うんうんうん、ぜひお問い合わせいただければと思います。おなるお分かりやすいしね。そうですね、本当駅の目の前だしさ、うん、おもちゃの修理屋さんになっちゃってるんですね。これそうなんですよ、そのボランティアでやってる方がちょっと場所探してたみたいで、たまたま共通の知り合いがいらっしゃってうちでやらせてもらえませんかって言ってくれて、すごくいいお店ですね、はい、へー、あ、じゃあちょっと壊れたおもちゃとかここで。そうですね、毎月第3土曜日、はい、でちょっとその当日に治らないのは、うんうん、あのお預かりして次の月に入院で、ね、すごいね、病院だから入院、入院機能付きですすごい基本いいアイディア、はい、こういうのがないですからね今ね、うん、素晴らしいと思います、うん、ないや俺腹減ったからよでも本当ね結構、うん、ね店内もあれだから、うん、何かやりたい人とかいれば、ねね、問い合わせもらって、ね、いただいていろいろ。そうだね、うん、分かりやすいし駐車場もそれなりにあるし、だからね、なんで待ち合わせに時間が潰せる、うん、喫茶店なんで、うん、あそれ最高だと思います、ね、あとはいいですかじゃ あのせっかくね美味しいもの出てきたんで、はい、おいしいいただきます、ね、じゃ あ, あの私のグッドボタン、はい、チャンネル登録よろしくね、一緒に付き合ってもらっていいですか、はい、ね。じゃあね、とりあえず今日は相馬の駅前のね、あのコーヒー&ギャラリーしおりさん喫茶店だね、に来てみました。でこちらで一応この相馬のマップ配信したり、あとこちらおもちゃ病院とかね、はい、なんでマスターの考えでワークショップなんかもできればねっていうことで、うん、解雇してやってみていきたいななんてものもあったんで、ぜひ興味のある方は寄ってみてください、ね、来てみてください。よし、じゃあいいか、いきますよ、はい、じゃあそういうことでまた皆様会いましょう。はい、グッドボタンチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ、ね、はい、どうも、はい、どうも。